カナンの地を守りし者。今、悪しき者がこの地に眠る箱の力を呼び覚まそうとしている。選ばれし者よ、我が最後の希望を託す。さあ、誓いの言葉に己の意志で応えるがいい。アルマの名においてあなたは何になる？その言葉聞き届けた仲間が襲われる時、あなたはどうする？賢い選択をしたようだ。では、一つ才能を与えられるとすれば、何を望む？承知した。次が最後の誓いとなる。あなたは正義のために戦い、友情のために戦い。その誓い、魂へと刻まれた。このような姿で生まれるが、構わぬか？魔術の力、見てみたい？支援なら私に任せて。闇夜に輝く刃、影のごとく振りかざす。仲間を傷つける奴は絶対に許さない。魔術の力、見てみたい？どうしたの、イーシャ？お、姉様、なんだか風がざわめいた気がして。風が？気にしないで続けて。私、姉様の笛が大好きだから。ありがとう。あら、あれは。エレシア人よ。死んでいるの？まだ少し息をしているわ。私は村に戻ってみんなを呼んでくる。イーシャはここで見守っていて。深い眠りの中、あなたは女神が想像した夢によって。箱はもうすぐ暴走するかもしれない。さあ行こう。バーチャルパッドをスライドして前に進みましょう。必ずエルンストを阻止するんだ。おりゃーてやー、へい、アイスボルト。ほう、アルマが見出した使い。やめるんだエルンスト。だがもう何もかも手遅れだ。箱の力は人間が制御できるよう。箱が暴走すればこの。さあ凡人よ、アイスボルト、ひざまずけ。おりゃー、えい、震え上がれ。
ほどにもなる。アルマに選ばれし者がこの程度か。時間の無駄だ。消え去るがいい。遠くない未来、あなたはエルンストと出会うことになる。その前に力を蓄えておく必要があるでしょう。よかった、目が覚めたんですね。俺はレダ族の王者を務める。怪我は大丈夫そうですね。感知したら早速ここを出て行ってもらうぞ。あの、すみません、私のおじさまは悪い人ではないのです。あ、疲れていますよね。さあ、ここから冒険が始まります。どうやら怪我は完治したみたいだな。うん、レダ族のあの女の子に感謝しなくちゃ。そうだな、しっかりお礼を言っておかないと。気をつけろ、ブロンズ級のホワイトシーラムだ。アイスボルト、おりゃー、それっ。新しいカードを獲得しました。早速見に行きます。ソウルカードはここから確認できます。すぐに姉様に教えなきゃ。驚かせてしまったかな。あれ、精霊碑が光った。アルマ様、どうか私たちに導きを。10年が過ぎた今、このカナンの地で何が起こるというの。ごめんなさい、アドルさん、僕これから巫女として大事な使命が。オルハはゼーメの心境に。オルハのあの様子、森には魔獣の群れもいるわ。魔獣もそうだが、オルハがつぶやいていた最悪。吹雪よ、アイスボルト、近づかないで。私がすぐに追い払うから、急いで逃げて。吹雪よ、アイスボルト、それ。大丈夫か。誰だ。待て、イーシャが傷ついたらどうする。おじさま、彼らはイーシャを救ってくれたのです。先ほどの魔獣などレダ族の戦士であればたやすい相手だ。それと不用意に村の者に近づくのは要せ。余計な争いごとの火種を持ち込むことになる。すみません、おじ。ああ、族長の誤解は一時的な。いつかきっとエレシア人がみんな悪い人ではないと分かってく。そうだ、大事なことを忘れて。それなら僕たちも一緒。
アルマ様、光の導きが我らレダ族の迷いを拭い去らんことを。アルマ様のお告げはまだぼんやりとしたままです。ですがあの地域…大丈夫、アドルはエレシア各地でとんでもない敵を相手に。アドルさん、そんなにも…からかうのはよしてくれ。確かに剣で…あなたはオルハ、アドルと…この先は獰猛な魔獣が徘徊している。クバルさん、お願いします。オルハ様…それは…レダ族の戦士…オルハ…大丈夫かい？私の母は戦…その母と父は10年前にこの地で起きた最悪…確かあの日意識が朦朧としている…ここをタップして会話をしましょう。父さんがエレシア人の町で笛を買ってきてくれたの。見て、綺麗でしょ？仕込んでばかりなのに、なんとお礼を言えばいいのか。はい、少しは良くなりました。この笛、あの風見の丘へ向かう方法見つかったかもしれません。ごめんなさいね、今日は食べ物を持っていないの。マグ、平気？毛を少しだけちょうだい。安心して、痛みはないから。これからレダ族に伝わる秘術で相手からピッカードの姿に見えてしまう術を施します。これで魔獣とクバルさんを避けて風見の丘へ行くことができるはずです。この術の効果はしばらくの間しか持ちません。このピッカードたち、動きが妙だ。うん、ピッカードは魔獣に襲われることもあります。術の効果が切れたのか。すみません、私の術では。アドルさん、もしこの先も秘術の新しいカードを獲得しました。早速見に行きましょう。ソウルカードはここから確認できます。あれは
シルバー級以上の敵だな。注意しよう。それ、アイスボルト。アイスボルト、なんとか倒せましたね。称号を見に行きましょう。称号をランクアップさせましょう。アルマ様、どうかレダ族の行く末に希望の光を。よかった、神教が本来の力を取り戻したようです。神教が示す場所は。待て、すごい、シルバー級の魔獣を倒すなんて。赤髪のエルシア人よ、誰が我々の聖地に来ることを許可したのだ。この方たちにそのようなことをおっしゃらないでください。彼らのおかげでここまでたどり着くことができたのです。オルハ、忘れたのか、遥か昔アルマがどのようにこの世を去ったか、誰のせいでお主の両親が亡くなったのか。エレシアを恨んではいけない。彼らもアルマの民なのだから。母もアルマ様も同じ言葉を残したのです。オルハは王都の反対を押し切ると、レダ族の皆さん、ゼーメの心境をご覧ください。なんだ、祈りの泉で何かが起こったのか。わかりません。ですが、もしかして。まさか、はぐれ竜が戻ってきたのか。怖いわ。またレダ族の犠牲が出てしまうんじゃ。とにかく、外にいる村人。スキルシステムが開始。戦闘の前に、レベルアップさせるスキルを選択。ここをタップして、スキルをレベルアップしましょう。どうしたの？今、村の外はとても危険。姉様、何があったの？そのあれ、どこへ行っ、そこで何をぼーっと。医者が見当たらないわ。さっき医者、村にもいなかった。もしお主の言葉が本当、族長たちが出かけていったようだけど、何、もしかしてイーシャは、はぐれ竜の出現。いずれにせよ、魔獣の群れに遭遇する危険。この魔獣の群れ、一体何が起きたんだ。赤髪の冒険か。しっかり、大丈夫ですか。これくらいの怪我、なんでもない。力ではかなわんな。吹雪よ、アイスボルト、テイヤー、アイスボルト、ファイアボール。この魔獣たち、あの時の悲劇。オード族長、ダメだ。逃げろ、いいじゃん。
手強いぞ。アイスボルト、吹雪よ。ヘイ、ヘイ。ファイヤーボール、ファイヤーボール、ファイヤーボール。アイスボルト。ヘイ、それ。ファイヤーボール、吹雪よ。アイスボルト。ファイヤーボール。大丈夫？これぐらい平気さ。よかった。私勘違いしてたみたい。アドル、ここに。一つ目の鍵はすでに。そのアルマ様の声が聞こえたのですか？やはりあなたたち。感謝する。この先はアルマ様がおっしゃった鍵とは。まさか誰か。オルハ、ゼーメの神。オルハの物語を、すべてのクエスト、侵入をタップしましょう。アイスボルト、ここをタップしてください。吹雪よ。おりゃリバルト、精霊の力を見よ。アイスボルト、ファイアボール、ファイアボール、アイスボルト。Thank you.
戻ってきたらまた会いに来てね。私、豪華な称号ですね。早速見に行きましょう。アイスボルト、ファイアボール、吹雪よ。アイスボルト、ファイアボール、アイスボルト、吹雪よ。ファイアボール、ここをタップしてください。ファイアボール、称号ですね。新たに獲得したペットを見てみましょう。どの道具を使用しますか？これを試してみます。設定完了。回復アイテムの設定はこれからも忘れないでくださいね。吹雪よ、アイスボルト、ファイアボール、ここに宝箱があるぞ。こんな場所に宝箱？な、もちろん。やっぱりここにも。こっちは運が悪かったかも。大丈夫、この程度なら二人で対処できるさ。
テイヤー、アイスボルト、ファイヤーボール、ファイヤーボール、ファイヤーボール、これはこの宝箱は特まったく大丈夫、もう一つの魔法陣は3つ。どうするの？そこまでする必要はない。そのあたりに石がゴロゴロしているみたいだ。上の壊れた場所を見に行ってくれ。正面にある魔法陣を試してみてくれ。おりゃよし、文字三つの文字を、歴史を葬る。ここが歴史を葬る場所っていうこと？遥か古よりアルマと我が一族はこの地で居。それにしてもなぜ？わからないわ。でも壁画に描かれた伝説を書く。へえ、俺以外にこんな場所に興味があるや。赤毛のアドルにちょうどいい。待ってくれ。どうした？アドル、ここは吹雪よ。アイスボルト、テイヤー、イバルト、精霊の力を見よ。ファイアボール、テイヤー。悪くない。俺の名はガッシュ。ここを抜けると面倒ごとに巻き。どうやら他の出口を探そう。アバターを見に行きましょう。かわいいペットを獲得しました。スキルを習得したペットは戦闘を手助けしてくれますよ。早速ペットを出陣させてみましょう。
イスボルト、アイスボルト、ファイアボール、吹雪よ、おりゃそれ、ファイアボール、おりゃって楽しい。私も行きたかったな。今度行くときは私も連れて行ってね。それと姉様がとっても寂しがってるの。絶対にまた戻ってきてね。
リモージュ市民の皆さん、本日さらに二人の漁師が許可なく海に出て大津の犠牲となりました。誰もがエレシア大陸に戻りたいということは存じております。資源、土地ともに豊富であり、さらには私たちの愛する人たち、私たちの家があります。しかし大津が私たちの渡航を阻んでいるのです。バスラム商会が必ずやこの問題を解決し、エレシア大陸への航路を切り開きます。我々を信じていてください。しかしまずはその前に、私たちはここカナン諸島で生きなければなりません。人口とは反対に物資の不足が深刻化する中、我らバスラム商会の会長は新たな生活区域としてグラナバリスの土地開発を決定しました。皆さん、どうかバスラム商会へのご協力を。グラナバリスが我々を待っています。ラーバさん、ラーバさんじゃないですか。アドル、お前さんに再会できて本当。あれ、兄ちゃん。この子はウルと言ってな、オード族長。ところでラーバさん、エメラス県に。エメラス県、半年前わしが紹介に付き添って古代遺跡の発掘に携わった時、三つの剣について聞いた記憶。ということはブランチさんが剣について何か知っている可能性があるな。ブランチ様に会いたいなら酒場に行くといいよ。毎月こん。
イヤーアイスボルト。ファイアボール燃やし尽くす。おりゃファイアボールせいやアイスボルト、アイスボルト燃やし尽くす。俺たち流浪の集団に立てつ。おい集まれ。この酒場の客全員仲間なのか。ビビったのかよ。今さら泣き言言っても遅えんだよ。隙を見つけて彼女を酒場から連れ出すしかないか。負債の話をしていたようだけど。そんな、先ほど助けていただいただけで十分よ。負債のことは心配しな。今
この港町が取り組んでいるクラナバリスのお仕事にも応募したいと思ってて、バスラム商会の待遇は飛び抜けていいらしいから。でもグラナバリスの開発に参加するとなれば、またさっきの男と。安心して、商会にはしっかりとした規則があるの。彼らだって規則を守らなければ立場がなくなるわ。あのチンピラたちまでブランチ様を恐れるとはな。そりゃそうよ、ブランチ様はあの伝説の銀狐なんだぜ。銀狐？確か三日三晩にわたり数百もの魔獣たちと戦ってタイを守り抜いたっていう。3年前になる、バスラム商会の招待として荷物を運んだ後、その時タイに駆けつけたのが、バスラム商会の会長代理を務めるようになった。ブランチ様が商会を率いる一番尊敬する人は。ブランチ様、薬持ってきました。とても貴重な薬で、安くても1000金貨です。金貨1000枚？ブランチ様、この薬の材料は今となってはめったに手に入らないんです。1000金貨ですでに安値となってます。この懐中時計は子供の頃から持っている品だが、おそらく金貨1000枚は優に超える値打ちがあるはずだ。先にこれを持っていくといい。ブランチ様、太っ腹ですね。それではまた来月ここでお会いしましょう。ブランチ様はとんでもない高額な薬を毎月買っているようだな。噂によると薬を買うために自分の家まで売り払ったらしい。それほどのことをしてでも薬を求めるとは、何か特殊な病にでもかかっている。いや違うね、あのローラとかいうレダ族のハーフ女の呪いさ。人脈を通じて他の人の情報を聞きましょう。リディアが尊敬する人物訪ねてみましょう。ブランチ様もローラさんも、ブランチ様が薬を買っているのはローラさんを治療するためなの。レダ族と人間のハーフであるローラさんは生まれ、ローラさんのことを大切に思っているんだな。ええ、私ローラさんが羨ましい。だってブランチ様のような人が自分のために全てを投げ打ってくれているんだもの。そうだ、この町のことを知りたいならブランチ様を訪ねてみて。あの方に知らないことなんてないんだから。エメラス県ですか。この町の住人でないことは分かりますが、あなたたちは何者ですか。なぜ県のこと。私たちはある目的で3本のエメラス剣を探しています。剣について何か知っていることがあれば教えてもらえませんか。エメラス剣は普通の人間には到底扱うことのできない代物です。力の足りないものであれば逆に不幸を招くことになる。実力を証明する。グラナバリスに行く前に渓谷に漂う瘴気から身を守るための薬を準備する。Thank you.